はい、こんにちは。今日もね、何かこれ届きました。そこそこの段ボールです。はい、開けてみましょう。じゃん。はい、有名ですね。シャークスチームポータブルになります。ショップジャパンなどの通販番組で高橋ジョージさんのご夫妻がですね、宣伝しているあのスチームポータブルです。ちょっとね、相当安かったんで前から気になって、本当にあんなに取れるのかとかなり疑いの目で買いました。なので今回はですね、包み隠さず紹介したいと思います。はい、なんかついてます。ナチュラルお掃除ブックといってですね、なんか掃除のやり方が書いてますね。これはこのスチームに関わらず掃除の、はい、やり方と、そしてナンバーワンキャンペーンということで、お楽しみグッズ付き特別セットって書いてます。なんでしょうねこれ。はい、では開けてみます。はい、100度を超える高温ドライスチームとバラエティ豊かなアクセサリーで家中丸ごとクリーニングということで、水を入れるだけの簡単スチーム機になりますね。はい、開けてみました。ですね、モップが2個に3個、ムフムフのやつが1個ですね。はい、そしてこれが掃除する時の、はい、アダプターですね。そしてこれはケースでしょうか、バッグですね。はい、ここに収納するバッグ。そして、次行きましょう。これも、はい、アダプターですね。はい、掃除用の、はいっと、よいしょ。はい、そしてこれもなんか、はい、モップ系です。はい、部品在中と書いてます。これなんでしょう、開けてみましょうか。はい、これ衣類用のシワ伸ばしのアダプターとホース、はい、ホースですね。これ水入れる用の、はい、そうなんか、またモップ系もうないかな。あ、なんかまだあるよ。はい、ブラシがついてる、はい、アダプター。そして直接噴射用のこれはアダプターですね。はい、そして最後こちらが本体となりますね。はい、色はパープル。なんか色3種類あったんですけど、選んだ記憶がなくてそのままパープルが届いたみたいです。はい、こんな感じです。全部開けてみました。はい、こちらがホコリ用のモップ、細いやつですね。これに差し込むと、白いのが2枚、そして大きいモップが2枚と、こちらが吸水性がある水回り用、そしてこちらが研磨用、なんかこういうですね。はい、そして形はこういう細長いアダプターと、あっちの、はい、なんか板状のものですね。そしてこれは医療用の衣服の伸ばしたりするようなスチームと、それのこれかあれかな、はい、モップ用かな。でこちらが頑固な汚れ焦げ付き用のブラシ、あ、これ痛いですね、金ブラシです。はい、そして直接噴射用のノズル、そして水入れ用の、はい、このケースと、そして本体となっております。あとホースですね。はい、これらを使ってですね、さあ、じゃあどんな感じになるかを試してみたいと思います。はい、まずはですね、直接噴射するのをやってみましょうかね。はい、アダプター取り付けます。はい、こういう感じですね。はい、結構ね、重さそこそこ重いですね。そして前はなんか口コミなんかでこれ押してるの辛いっていう時、今はロックがあってですね、押しっぱなしの状態にできますね。はい、ということで、まずあと次水を入れましょう。水はですね、こっから入るみたいです。よいしょ。これを蓋を取ってですね、
水を入れます。はい、今日のターゲットはね、このキッチン周りとかですね、このフードのとことかですね、やってみたいなと思ってます。はい、水を入れましょう。こちら、はい、ここのこんなケースに入れて、こぼれないように入れます。約ね、これ1杯半入るって書いてましたんで、今1杯入れました。入れる人下手です。これ今あふれてきましたね。はい、ちょやっぱ1杯半です。今2杯入れようとしたんで、はい、で蓋を閉めます。はい、このようにパッキンついている蓋を、はい、これで取り付けて完了です。はい、次コンセント、はい、あそこにありますね。コンセントをつなぎましょう。はい、コンセント差し込みましたら、あ、なんかランプつきました。そして30秒ぐらい待って、ここのレバーを押すと出ると書いてますね。電気つけましょうかね。はい、コンロ周りこんな感じで、まあガラストップなんでそんなに奥行ったとか奥まったとかないんですけど、もういいかな。はい、では初噴射してみたいと思います。なんか音がします。まだでしょうかね。なんか来ました。お、湯気が出てますよ。見えますかね。来た。うおはは。なかなか強いですよこれ。